十二月十日火曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事のオッケージ事アップこの後八時まで生放送です えー、昨日はお昼にもお聞きいただいた方もいらっしゃったでしょうか。あの私この オッケーコージアップがですね8時までで終わってなんで俺ハッピーって言うのやつしたんど <laughs> 多分直前の番宣 <laughs> が影響したのかと思っ<い>あなたとハッピー」は8時からで,でございますオッケーコージアップが8時に終わった後にあと、ね、えー、ちょっとだけ仮眠をとって、はい、で午後1時からのあの昨日はあデイズがお休みで辛坊二郎さんの特別番組がズームそこまでいうか「激論六冠堂」というものがありましたので、はい、それにちょっとお顔を出すというかですね カスタムところじゃないじゃないですか。三時間どっぷりとアシスタントという形でね、ねえ辛坊さんに振り回れ続けた振り回され続けたという感じでしたけど、あの感想もたくさんいただいてました。ありがとうございます。りますえー、千葉市緑区六十歳の正彦さん、昨日の辛坊さんとのラジオタイムフリーで来ましたよ。か<ー>け本当に面白いっすね。と、<laughs> もう適当なことを適当に言いました、ね、し私も適当に返すという,う。<laughs> 結構な無茶振りもありましたからね。ひどかったんだよ。<laughs> ものまねを振るんだけどさ雑に振るうえにさまずじゃあ安倍総理なんつって安倍総理はまさにですねやったわけなんですがその後にじゃあ続いて官房長官も来てますねなんつって待待待っっっててて本当ですよ難しいですよねななかかいつもだと大体辛坊さんは安倍総理を振った後に麻生副総理を振るわけよそう思って口の形もちょっとう歪ませて用意もしてた <laughs> だ,だいたいちょっと横に開けば <laughs> あそうです本当だ、ね、なるから <laughs>、はい、口の形は君大事なんだよ <laughs> <laughs> と思っていたらですね菅さ、ええ、んって来て「ええ <laughs> っ?」ていう顔面蒼白っていう、ね、いどうするのかなと思いましたよどうもこうもさやるけどできないよって話で <laughs> 難しいですよねなかなかねそうそうそうで一瞬思ったのは「新しい言語はって言おうと思ったんだけど「新しい言語はっていうのを「 が思い浮かば浮かんだのね。はい、でこれってあれちょっと待って元号の発表だけどこれはどっちかっていうとその前の小渕さんだと思ってですね <laughs> さすが官房長官ただ本当に言い訳のようで申し訳ないんですが全、ま 全く捉えどころのない人で、うん、やっぱりそのね、かわしの能力の凄さっていうところなんだよ。<laughs> はい、あの官房長官の凄さはさ、<laughs> うん、それがものまねにも充実にあられて,て。誰も菅さんのものまねする人っていないじゃない。確かに見たことないですね。だって捉えどころがないんだもん。あ<ー>だ、ある意味、この桜を見る会のそう、こう、一連のね、答弁っていうのは、その菅さんが。かわしの菅が、なんか、あの、今回に関してはやたらと断言をして、全然かわせてないんで、うん、ひょっとしたらですね。 ここ,ここ1か月ぐらいの長官の会見を見てるとなんか真似するポイントが出てくるかもしれないなるほどいやでもね歴代の総理ってやっぱ真似するポイントがなんとなくあったりするのよ<ー>感動したみたいな小泉総理は「マッサンナー!」って言えばこれがあの田中角栄さんああ。 でもこうなんか人の心に残るとかそういう,こうキャラクターみたいなキャラ立ちみたいなものがひょっとしたら総理には必要なんだけど黒子の官房長官にはいらないわけよなるほど。そういうのからキャラ立ちがあったりするとあの問題になったりするってことでそう考えるとだよものまねの観点からこう菅さんはね 今までは黒子でいいってきたのがいよいよ総理あるかもしれないと思ってキャラ立ちをしだしたのかもしれないというです、ね、今まさに今まさに<ー>それがこの1か月の桜を見る会の長引かせに続いたのかとか思うと。<laughs> <laughs> 完全なこじつけですけれども。いやいやいやなんか時期が時期だけにこう、忘年会のネタみたいになりましたけど、<laughs> 一部。<laughs> <laughs> 完全に酒飲み話みたいなことになってますよ、ね。そうそう <laughs> 一発芸大会みたいになりましたが。<laughs> えー、えー、ちょっとあのネタをまた探してみようと思います。はいえー、ちなみに辛坊治郎さんの特番はですね、ラジコで1週間聞けますんで、うん、タイムフリーでですね、えー、ぜひお聞きいただければと思います。 さあスタジオに聴感各氏入ってまいりました。えー、今日のニュースをピックアップいたしますが、えー、昨日ね、えー、臨時国会が閉会しました。まあ野党は40日間の延長というものを出したんですけれども、まあこれは、えー、理事会などでまあそうはならないということになり、そして、えー、会期末を迎えたということです。まあ総理の会見が昨日ありまして、まあそれについてというのがね、えー、各紙の一面トップであります。ただこのお取り方についてはこういろいろという。 ところで朝日新聞とそれから東京新聞は桜を見る会について説明従来通りじゃないかというようなことを書いております、まあ国の税金を私物化したんじゃないかというようなです、ね、ところから、まあ、その前夜祭における5000円でニューオータニでその宴会場を貸し切ってなんていうの安すぎるんじゃないかみたいなところとかです、ねまあ、全部その疑惑疑惑。 疑惑疑惑でん物証の部分というのがどこまで出るんだろうねって話はあるんですがまあ、あのー、その税金の使い方についてはもうあの通視していった見直すということになってきておりますまあ、あのー、来年の夏までにその見直し案を出してそして再来年からは、えー、要するに概算要求の前の段階で、えー、その一連の調査そして見直しというのをやっ でえー、2021年度の予算には盛り込んでもう1回再開したいというようなことが出てきてきいるようであります、えー、そしてそんな中ですけれども経済の使用は昨日いろいろ出てきておりました。 後ほど次第今日のコメンテーターの有本香織さんと深めていこうと思いますが、まあ、これ、えー、設備投資などの新たな数字を盛り込んだ二次速報というものが出てでその二次速報、まあ、いつもだと二次速報ってですねそんなに気にされないんですよ、まあ、一次速報でどんと数字が出て、まあ、その後微調整ぐらいの話なんですけれども、えー、今回はですね一次速報が年率換算でもたったの0.2%しか成長しないというようなことが出ていたもんでですね えー、それに比べるとかなりジャンプアップしたということで、えー、GDP 良くなったじゃないかと。 いいいうことを書いている新聞もありますあのー、数字で言いますと季節調整済みの実質の値で一時速報で0.1ポイントのプラスだったものが0.4ポイントのプラスとどっちにしろ少数点以下ではあるんですけれどもこれ数字のマジックでですねまず、あのー、一時速報の0.1っていうのはこれ0.05より上のものをですね 死者、えー、五入すると0.1になるわけですよ。であの <laughs> さらにそれをこの成長がそのまま1年間続いたと仮定する年率換算っていうのをやって、大体いいこの年率換算の数字っていうものが見出しに踊ったりするんですが、えー、年率換算でも0.2%しかいかなかったと。要するに 0.05%×4 で0.2みたいなところなんですが、えー、これがですね、えー、今回二次速報になると0.4%のプラスという数字になりましたので、0.4×4 で1.6%と。で、えー、差し引くとですね、0.2から 1. 点、 1.8 1.8にになってますねものすごい増えたように見えると、まあ、これただの数字のマジックということです。で、あのー、どこが増えたかっていうと、設備投資がまず増えたというのがあります。で、これ、よく見ると、設備投資が増えたんで、相当こう駆け込みもあったみたいな話があるんですが、えー、個人消費もですね、7、9月期は確かにちょっとだけ増えていたということがあって。 でまあ、あその辺、駆け込み需要がややあったんで7月から9月は増えているとで、まあ、みんな言うのは10月以降は消費増税があったんだからやっぱりこれ落ちるよねと、まあ、これはあの各エコノミストなんかも言及しているところですけれどもかなり先行きは暗そうだとでその先行きが暗そうだというデータはもういろいろ出てきていてここでもいろいろ紹介してますけれども、えー、昨日ですねまず、えー、貿易の収支が出ております 10月の国際収支状況というのが財務省から発表されました。10月ですから消費増税があった後の1ヶ月間でどのぐらいの貿易の収支があったのかということでいうとですね、計、え、上、ー、収支で1兆8168億円の黒字。そしてその中で貿易収支を見ると7137億円の黒字。黒字に転化したと。まあこれがいいことのように。 書くところもあるんですけれども、えー、貿易すけいうものはまあ輸出と輸入を差っ引いたというまあ値ですよね。で、えー、輸出の方が多ければ黒字になるということになるんですけれども。あのこれ 昔からな社会の授業とかで教わったのは日本は輸出大国なんだから輸出して金貸さなきゃなんないみたいなことを言うんですが実はあの輸出入があ GDP に与える値っていうのはですね、えー、せいぜい2割ないぐらいという今はどちらかというとこの日本は、えー、内需で えー、内需を回すことで、えー、経済を回しているというのが実は実態であります。GDP の6割は個人消費が占めるというふうにも言われておりますので。じゃあ、あのー、もう貿易の値というのがそれほど経済に影響を与えなくなってきた、特に黒字であっても赤字であっても実は中立なんだっていうのがですね、えー、経済学的には言われてるんですけれども、えー、これが黒字になったというのが、えー、あまり、 をお,お手放しで喜べないというのがですね、輸入がガクッと減ってるんですよ。で、輸入が減ってるっていうのは、あのー、国内の需要が縮小してるんで、海外から物持ってこなくても全部賄えら、なえるようになってしまったという部分が、えー、大きいのではないかと言われてます。で、もう一つ、景気ウォッチャー調査というのも出ました。これ、あのー、 実際にですね、まあ、あの、ホテルで働いたりとか、百貨店だとか、タクシー運転手さんだとかですね、えー、実際に経済の現場で働いてる人に最近どうですかって聞いて、えー、景気いいですっていう人の値と悪いですっていう人の割合を、えー、引いた、えー、指数なんですけれども、これがですね、真ん中の値が50。50だと、まあ、景気いいという人と悪いという人がちょうど同じぐらいなんですが、えー、この数字がですね、現況判断39.4。悪いと答えた人の方が多いんですよ。で、前の月に比べると、 ちょっと上がったんですけれどもガクッと下がったときにちょこっと上がっただけなのでこれを2ヶ月ぶりの上昇だというふうに書くのは、まあ、数字のマジックというかあんまり現状を表してないというふうに思いますいずれにせよ厳しい中で、えー、補正予算は来年度の通,常来年の通常国会まで待たないと成立しないと、えー、今のうちに手を打っておいた方が絶対良かったと思うんですけれどもいかがでしょうか。 今週のこの時間は令和元年飯田の現場と題しまして、えー、今年実際に取材した現場を振り返っております。 えまず、言語を発表。ああ、そういえばな、という感じですよね。うもう、8ヶ月、9、ね、7ヶ月、8ヶ月ぐらい前の話ですが、えー、総理官邸の会見室で、えー、発表されました。あのー、11時半からあ、官房長官の会見があって、そこで発表だというふうに言われとったんですが、えー、で、私、11時半からだから、まあ、あのー、10分前ぐらいに行けば自分だろうというふうに思ったらですね、もう開始予定10分前の11時20分頃に官邸に いたらもう会見室いいいいっぱでで全く入れないわけですよ、えー、いやすっげーっていう。で、えー、なんでかっていうと、あの、記者仲間から聞いたんですけど、11時17分ごろからもう閣議が始まって、そこで最終的にこの令和っていう言語の決定の、閣議決定が行われるということがあったもんでですね、えー、あのー、もうそれを聞いて、わーっと記者の人が、ね、<ー>あそこはあのー、常駐の記者の方がた たくさんいますから、はいねえー、わーっとこうみんな行ってたとで私しょうがないんで会見室の上にラジオブースがあるんですありますね。そこにわーっとこう行ってです、ね、でそこでこうぼーっと待ってたんですけどところがあの時間になっても全然始まらないと弊社も含めてです、ね、この言語発表の瞬間というのは、えー、各社が生中継をしてますからしかも11時半というとほら、えー、あの新聞のさ、えー、テレビラジオなんか欄なんかを見るとさかあの民放って結構11時半 でで一番早い曲だと11時45分にはニュースが終わってしまうと、はい、で、えーまあ、一番長い曲でも12時、えー、で12時から NHK のニュースが始まるっていうテレビのね、うん、あのスケジュール的にはであの弊社もねラジオ「ビバリーヒルズ」11時半からあるわけじゃないですか、うん、でそこの時間でじゃ言語の発表をこう生で、えー、やるんだということでやってたんですが、えー、待てど暮らせどこれが始まらないと。私も覚えてますよあなたとハッピーで書き キャナさんと報道部の森田解説員が一生懸命こう伸ばすっていう、<っ>いつ来るんだみたいな。そうなんだよね。ね<え>これが全く <laughs>、あの、 来なくって、で、大体会見って時間通り始まるのに、俺全然長官来んねえぞと。うん、で、ちょっとあの、会見室もざわつき出したりなんかして、いや、これはなんかあったんじゃないのかとか、うん、いや、土壇場で誰か反対して、閣議決定ってものは、あれ、あの、全員一なんですよ、閣僚の。だから、誰か一人が反対とかしようもんなら、そこで止まっちゃうぞとか、うん、え、でも、誰か反対するような、これネタじゃねえだろ、みたいな話で。<laughs> そんな、優勢民営化とかとは違うからさ、うん、え、じゃなに総理が首飛ばしてその人の分、 つくのみたいなねいろんな憶測が飛んだんですけどなんか後からこれ聞くとその、あのあ、ー、閣議決定をするでその後と皇室に対して、えー、きちんと伝えるというこの段取りを踏むところでで、えー、時間があいろいろ空いたんじゃないかみたいなことがね、えー、言われてでそのあのー 当時の皇太子殿下ですね、はいはい、今の、あの、近所陛下ですが、えー、皇太子殿下にきちんと伝達をした上で発表するという、その確認の作業というものが、その10分のタイムラグになったというような話も、後から報道はされてるんですけれども、11時41分に、ようやくこの言語が発表されたと。ね えー、いうことがありましたそして、えー、記憶に新しい11月10日1ヶ月前のね、えー、天皇皇后両陛下のパレードが祝賀恩列の儀私二重橋の交差点からの中継でありました改めてお聞きください 今、二重橋の交差点に天皇皇后両陛下がお出ましになりましたより一層小旗が振られています万歳三唱の声も聞こえます笑顔です、笑顔です、西日を浴びてちょっとまぶしそうにしましたが天皇皇后両陛下笑顔で手を振っていらっしゃいます素晴らしい光景です、すごい歓声が後ろでも上がっています。 この皇居・正門、そしてこの二重橋の前、しずしずとその車がゆっくりと前へと向かってまいります、今、後ろに、私の後ろに聞こえてまいりますのは、陸上自衛隊の東部方面音楽隊、この中には前回の平成の祝賀音列の儀でも演奏した方が2人いるということであります、今、最後の白バイが出ていくというところで、この二重橋前をすべての車列が通過してまいります。二重橋前からは以上です。 いやーこれはもうものすごい感性とそして私、12時前ぐらいに行ってこれあのパレード自体は3時ごろだったんですけれどももう人いっぱいでね、えー、12時の段階でも入場規制が起こるぐらいの感じでえ、えー、たくさんの方がいらっしゃいましたねいや、その盛り上がりあ思い出してくるなという感じもあります今朝はあー4月1日の言語を発表そして11月10日祝賀御列の儀の現場を振り返りました。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします今朝も寒くてそうですねね<え>、うん、現在有楽町気温7.7度となっております、うん、ねえこれだけ寒いともうね、体が縮こまっちゃうような感じ、ね、そうですね、まあでも12月ですからねね<え>、うん、なんか本当、あの秋がなくって夏からいきなりこっちに来たっていう、ね、そうですね、えー、つい最近までなんか結構 暑いわけじゃないけれどもねそうなんですよね二十度以上ある日なんかもありましたからねコートはいらないなんていう日もね結構あったのに体調大丈夫ですかええ、私はおかげさまでお二方はいやなんか喉がずっと痛いったりとかちょっと意外がしますね鼻声だったりとかねうん、お仕事からねやっぱり喉とかはちょっとね気をつけなきゃいけない今日も一つよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 12月10日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。ます有本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 7・9月期の GDP 改定値情報修正内閣府が昨日発表した7・9月期の GDP 国内総生産の改定値の物価変動を除いた実質は速報値から情報修正され前の期と比べて0.4%増年率換算では1.8%増でした 最新の統計、法人企業統計が出ましたが、設備投資が伸びたと、企業の設備投資が伸びたんで、うんえー、速報値の年率0.2%増から大きく上方修正となっております。うん、とはいえと。はい、あのまあこ設備投資が伸びたっていうのは、はい、まあいいことだとも言えるんですけれども、まあしかしやっぱり、うん、あとそのまあ景気のね、あのー まあ現状を知るための指標っていろいろありますよね。はい、で景気ウォッチャー調査なんかでも改善されているという数字は出てるんですけれどもとはいえ例えばその倒産件数は3ヶ月連続増加してるとかですね、はい、そんなに町場で例えば良、うん、くなってるねっていう実感がに満ちあふれてるっていう感じはないと思うんですよね。うん どちらかというとあんまりなんかちょっとどんよりしてるかなみたいなね,ね雨どしゃ降りまでいかないけど、えー、なんかピーカンって感じではなくてね、えー、今にも雨降ってきそうだなみたいな感じの、えー、そうそうそれでね増税前の駆け込みってあったじゃないですか、はい、まあいろいろ物を買うということに関して言うならばね どんともっと落ち込むかと思いきやそうでもなかったっていうか言うねそういう状況ではあると思うんですけどでも私はね、はい、やっぱり10%に増税したこのマイナス影響というのが出てくるのはこれからだと思うんですよね。で来年に入って でまあ、一応ね、そのオリンピックに向かうということで、東京を中心にして、まだまだある程度、景気のいい状況というのは続くと思うんだけれども、全国的にはやっぱり厳しくなっていくと思いますね、でその辺がこがじわじわ効いてくるっていうような状況になってくると、これもまた政治模様に反映されると思う。 ほかの,のニュース項目でもまた触れることになると思いますけれどもね、はい、じゃあ、これでその解散・総選挙のタイミングとか、そういうものにはやっぱり影響しますよねうん、まあ、この政権の、うんまあ、支持がさほど落ちないというところも、うんはい、結局その、経済の面、あるいは雇用のところっていうのを支えたというのは、ねうん、結構言われますもんね、うんうん、そうですね。 まあその雇用環境というのは改善されているとは言えるんでしょうけれども、うん、でも、給料が上がっていってね、はい、まあ本当に景気がいいというふうに実感できるという状況にはなってなくて、うん、それからやっぱり政権側として、今、一番多分痛いのは言われていたいのは、はい、そもそもそのこの7年間のまあ安倍政権、アベノミクスが目指したものっていうのは、デフレ脱却でしょ。はい し本当、微妙なところまでしてってない、ね。だってね、やっぱりこれは大きな問題だというふうに思いますよね。それからつい最近ですね、あの菅官房長官が、はいあの、日本のインバウンドっていうのをもっとその成長させていくために、<ー>えっと日本各地50で50ぐらいのね、まあ、いわゆる最高級ホテルですね、これを、が建設されるように、 財政投融資だとか、そういうものを活用していくんだということを言われましたね、うんはい、で目指すところは、10年後に6000万人ですか、訪日,日外国人客数ね、うんで、これは日本の人口の半分ですよ、うん、で例えばそのフランスだとかスペインに比べれば、まだ少ないじゃないかっていう声もあるけれど、はい、いやいや、陸続きでね、隣の国から入ってこれるっていう国とは状況が違うわけで。 で各地でそのオーバーツーリズムの弊害というのも言われている中で、ね、これ、これ以上伸ばす、うんはい、それから私もずいぶん指摘してきたんですけれども日本にあんまり乗降客来てないからお金あんまり落ちてないんじゃないのみたいなねことを回復あの要するにそれの問題解決のために公共ホテルをっていう話は分かるんですけど、はい、入れ物作ったからって大金使う人が来るわけでもないわけですよ。はい、で何が言いたいかっていたかとう、ね、つまり このインバウンド政策以外にじゃあ成長戦略って言われるものはあるんですかというとうちょっとやっぱりそこがはっきりしないというのがこのアベノミクスの最大の反省点じゃないかと思うんですね。第3の矢っていうのがきちんと放たれていないしじゃあ第3の矢はどこに向かって放つんですかっていうのがどうもやっぱりはっきり見えてこないだからこれをやっぱりはっきりさせないと本当の意味での,その景気回復とかね デフレ脱却とか成長みたいなものはちょっとやっぱり厳しいんじゃないかなというふうに言わざるを得ないですよね<ー>おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです 安倍総理憲法改正について改めて決意表明新たな国づくりを力強く進めていくその先には憲法改正があります、まあ、必ずや私たちの手で私自身として私の手で成し遂げていきたいと考えています 安倍総理大臣は昨日臨時国会の閉会を受け記者会見を行い憲法改正についてお聞きいただきました通り強い決意を示しました、えー、野党側は会見中を求めましたけれども与党の反対多数で否決をしたと、まあでえー、不信任案は出さずに終わった引っ込めたということなんですがそれ閉会中にもお桜を見る会についての追及をすると。<laughs> と、はい、いうことで、まあ、閉会中審査なりなんなりということなんでしょうけれども、うん、閉会中審査までやるような話なのかなという、まあ、気もしますけれどもね、これね、えーとまあ、今回の国会って本当にいろんな意味で、はい、その私たち国民もです、ね、やっぱ考えなきゃいけないなっていう国会だったなと思うんです。と、はい、いうのは、の桜を見る会の問題と称するものが、えー まあ何が問題なのかわからないという状態でしたよね、はいで、これをね、やっぱりその国会、こういう国会でいいのかっていうことは、国民にも突きつけられているというふうに思いますね。うん、で、あのまあ、安倍総理はそもそも、ですね、えー、東京オリンピックは新しい憲法で迎えましょうということを言ってたわけですけれども、はい、まあ現状ではそれは間に合わない。うん、で、今回ちょっとやっぱり、おそらく政権側としても計算違いだっただろうと思うのは、うん 国民投票法の改正すらできなかったわけですね、発議、はいえー、どころか、はい、これはやっぱりちょっとスケジュールの遅れとしてはちょっと大きいなというところだと思います。うん、ただあの、この今のニュースの表題にあったように、ですね、まあ、憲法改正については、まあ、自分の手で、えー、政権で成し遂げたいというのは、これはもう前から揺るぎのないことでしょう、えー、おそらくね。うん、でこれれよく言う人がいるんですけれどもそのまあ えーと自分の政権でのなんかこう、まあ、レジェンドっていうんでしょうかね。あとか、レガシーとかいう言い方をしますよね。とか、うん、まあ、そういうもの、レガシーですね、うん、レガシーというとね、まあ、遺産というふうになっちゃうから、私、あんまり好きじゃないんだけど、はい、こう伝説化したいというかね、あるしね、そういうふうな欲望があるんだろうということを言ってる人もいるけれど、はい、必ずしもまあそういうふうに悪く取る必要もなくて。うん あのやっぱり安倍政権でなければできないというふうに思いますようん党内のとかあ、うん、これねあの、ちょうど今、タイミングを合わせるように、はい、麻生財務大臣副総理が。うん あの文藝春秋の長いインタビューに答えられて、やっぱりその中でもね、安倍政権が今、国政選挙を6回勝っている、これでやらなかったらいつやるのよということもあるでしょうけれども、そもそも7年前にこの政権立ち上がった時にですねやっぱり安倍さんと麻生さんというのがペアを組んで、う何としても憲法改正をやろうというまあ覚悟で政権を取り返したわけでしょ。だかからららそれやらなかったらお二人でまあ あのいろんなことはありましたし問題点もあるけれど頑張ってきた意味は全然ないってことになっちゃうわけですよ。でそれはその自分たちのなんかこう業績を残そうというよりも、はい、やっぱりこの憲法に手をつけなかったらば日本まずいでしょという問題意識なんだというふうに私は思っていますね。でさてその中でですね、はい、まあいろんな障害あるんですけれども、えー、やっぱりあの まあ先ほど申しましたようにね、ちょっと,ちょっとその景気回復っていうのが、確かな軌道には乗ってないし、来年の、まあ、春ぐらいになってくると、はい、ちょっとやっぱりいろいろなこう、なんていうの、マイナス要因というのがより見えてくるんじゃないかと思う、えー、でその東京オリンピック終わるとね、下半期になるとなおさらっていうところもあるでしょうし、うだからそういう意味で早い時期での解散・総選挙っていうのはあるのかなと、なぜなら今の状況だと、国会全然進みませんからね。 まあ、総理も昨日の会見の中で、うんえー、国民に信を問うべき時が来たと考えれば、はい、解散・総選挙を断行することに躊躇はないというふうにも言ってますすねね、うん、そうです、ね、ただその、そういう中でじゃあ考えると、うん、確かにあの今のこの政権というのは一定のところから支持率がなかなか落ちないんだけれども、うん、うんとその鉄板支持層というのかなそれをよく見てみるとですねその人たちが。 ああイラッとする事柄っていうのが出てきてますよねここに来てね例えば中国の習近平国家主席を国賓として招くと、はい、でこのことにも昨日言及されていて、はい、総理はですねそのまあ あの話し合いをすべきだと中国とね、まあ、そういう声は増えているんじゃないか、うん、つまり国賓としてお招きすることにいろんな意見があることは承知しているけれども、はい、まあ国民の過半数は話し合いはすべきじゃないかというふうに言っているとおっしゃっているんだけれども、うん、話し合いをすべきだということと、はい、国賓として招くというのは全然レベルの違う話なので、うん、これはやっぱりあまりよくない影響を与えるだろうなとここでも思いますよね。うんうん、だからあのはっきり させななきゃいけないけことはですねやっぱり憲法改正の必要性というものを、はい、まあ総理は繰り返しおっしゃってるけれども、うん、やっぱり自民党与党がもうちょっとはっきりとね、うん、あの表明していくこととそれから国会をそのつもりで動かさないと。今回みたいに、はいにとうかな うんまあとにかく波風立てないようにみたいなね国会運営をやり続けるんだったらば、えー、ちょっと国民の側特にその会見を望んでる層もちょっといい加減にしてよと。うん というまあちょっと話し合いとかなんとかとかにうんだったらまず国会の方の議論をちゃんと進めてもらえればと思うんですけど特にこの憲法審査会はそもそも論として毎週木曜にしか仕事をしないと慣例でそうなってるそうですがおかしな話ですけどねそののね週に1回だってほとんど開かれていないような状況で自由討議という形で今 今回の国会でちょっと開きましたけど、うん、でそれで大きな、ねうんね、前進だみたいなことをこの国会の総括で言う人もいますがバ、うん、バカバカしい集まっただけで前進だってどんな楽器妨会かってう話ですからね。憲法審査会は、ね、おっしゃるように2つ画期的なことが本来だったらあって。うん あ,のああいうふうに多党派間で討議をする場っていうのは、国会の中にないんですよね、<ー>憲法審査会しか。はい、だからそこでやっぱりね、今の,その、まあ、日本を取り巻く状況を考えれば、どうであるのかとで。そのために憲法改正 あるいは憲法をどうすべきなのかっていうことを本当に対処公渉から議論すべきだし、うんはい、それからもう一つはあれ自民党が過半数持ってるでしょ。確かということは、まあ、ここまで、ねはい、野党に気を使って気を使ってきたけれどもそれでもだめだと言うんだったらば、うん、やっぱり自民党はそろそろ思い切る べき時期に来てたんじゃないかと思いますけどね。だってなぜならば、その憲法の中身をの以前に、はい、国民投票法を改正しないと、例えば公職選挙法はもうすでに改正されてるけれどもね。はい、要するに養場で投票できるとか、はい、まあそういうような条件が整わないわけですね。はい、だからまあいつかね、あのまあするであろう国民投票という、はい、まあ国民が直接意思を反映させる非常に貴重なあの場面の まあ、立て付けを,、はい、をきちんとしてないということになりますから、これ、非常に問題だというふうに思いますね、だからやっぱり、与党側もね、はい、ちょっと自覚を持ってもらいたいなというふうに思います、うん、本当に進める気あるのかということですね。うんうんうん、はい、はい それからもう一つのニュース用意したのは中村哲さんの銃撃についてアフガニスタンで銃撃されなくなったという事件これに関わった疑いで男6人を地元警察が拘束をしたということであります以前から誘拐犯として行方を追っていた2人それからその他に4人それぞれ拘束をしたということだそうです、うんまあ、これは、ね、今後の行方次第ということですけれどもね,で,ねでも中村先生、本当に私もあの。はい あの講演を聞いたことがありまして本当にあれだけの活動っていうのはなかなかできないなというふうに、えー、本当に頭の下がる活動をされていたというふうにあの思っておりますので、えー、まあ心から本当ご冥福をお祈りしたいというふうふに思いますけれどもね、はい、ただ、それと同時に、ね、やっぱりアフガニスタンの情勢というのはなかなか私たち注目する機会がないんですけれども。はい 本当にちょっとその複雑化、うん、の様相を呈しているしイスラム国と言われる勢力ですね、えーはい、これがその地域によってはあ結構その力を、うん させててるっいうそういうふうなことを言う方もいらっしゃるタリバンとも対立をしもちろん地元政府とも対立をし対立してるということですよねだから本当にあの辺りっていうのは昔からねなんというかとてもほらいろいろこう交差するところじゃないですかまあ長年ね要するに旧ソ連時代にねソ連に侵攻して以来ずっとね とここはあの紛争地域なんですけれども、はい、まあ本当にねアフガンのあたりが平和になってくれることをまあ願いたいですよね。うん、まあそれがねテロリスト要請の温床にもなっているなんて指摘もありますもんね。ねえーうんえー、ということで二つのニュースを取り上げてまいりました。この時間、えー、ジャーナリストの有本香織さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も有本さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。 今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。常時同時配信。 NHK は昨日、テレビ番組を放送と同時にインターネットに流す常時同時配信について、総務省から求められていた回答を発表し、当初目指していた本年度中の開始を断念し、4月から配信を始めると明らかにしました。 えー、ネット常時、同時配信、まああの、ラジオの場合はですねラジコを通じてすでにやっているという話なんですが、これをテレビでやると、まあ、NHK さんが、うん、あニュースなども含めて、全部やると、はいでまあ、今までもねあの災害の時なんかは、特別にやりますよというのがあったんですけど、これをやっていくということですが、うん、民業圧迫につながるんじゃないかというような批判も出ておりました。うんうん まあこれは、そうですよね、NHK と民放各社というのは、全然そのビジネスモデルが違うから、はい、NHK の場合は、要するにまあネット同時配信をやって、はい、 ネットにつながる端末からすべてお金を取るということがまあ堂々とできるという点でねこのネットの同時配信をやった方が得なわけですよね。だけど民放のテレビ局というのはやっぱりスポンサーとの契約の関係があるためにこれネットで同時配信してしまうとそれ崩れちゃうというところがありますもんね。うんうん 新たにそこを織り込んだ形で契約ができるかどうかっていうことになってくるでしょうし、えー、それともう一つはですねあのおそらく気になるところは、はい、これ、権利関係がどううなるのかっていうことですよねあのネットの場合は世界中で見れるっていうメリットはあるんですけれども、はい、今までその、えーっとまあ、日本の、ね、特にテレビ映像というのは外国で。 えー、その放送を配信するというような前提での契約になってないでしょ、はい、だからそれが果たしてクリアできるのかっていう問題はありますよねうん、うん、そうですよね、うん、でまあいろいろスポーツもそうだし、はい、あるいは芸能,芸能関係も,、ね関係もね、含めてとか、えー、そうですね映り込むものがどこまでの契約になってるのかってそうなんですよだからその辺で全部見直さなきゃいけないっていうところが多分あるんだと思うんです。うん、NHK はおそそらくまあそのあがちょっと ちょっと民放よりは事情が、あ、複雑じゃない、というところはあると思うんですね。はい、うん、でも、これ、それこそね、うん、えっと、四月から配信開始と、はい、来年4月ということになっ、えー、て。まあ、これで、ね、オリンピックまでに、どうしても、や、あの、やり,やりたいっていうところだったわけですからね。まさに、そのオリンピックの映像なんていうのは、権利の塊みたいな。そうなんですよね。<れ>だから、そこはどうなってるんでしょうね、というところはありますけれどもね。ね<ー>ただ、今回、あれでしょう、その見直しの中で、うん、オリンピックについては、除いた。 っていうことじゃないんですか。うん、そのようなね,ね、えー。やっぱりもうちょっとその時間が押してしまったんで、<ー>そこあたりの調整がおそらく間に合わないっていうところなんだと思うんですね。ただですね、まあ私はこのまあ NHK に関して言うと。はい。 いいろろ割合に批判的な立場で今までも物言ってまして、うん、で今回、その NHK の、ね、会長人事、はい、次期会長にみずほファイナンシャルグループの元会長の、はい、前田輝信さんですね、はい、がつかれるということが決まりましたと在界出身者っていうことなんで、はいまあ、ぜひ大胆にですねその、うん、いわゆる NHK 改革っていうのをお願いしたいなというふうふに思ってるんですけれども。はい あのーまあ、一つはですねやっぱりその NHK の中でずいぶんいろいろチャンネルがあるじゃないですか、えーえー、それから NHK 自体が、まあ、我々の収のめている受信料で経営してるんだけれども、うん、結構経営多角化してますよね。あそうですね、うん、でこれ多角化する必要性ってあるのかなっていう割と根本的なところで常に疑問を持ってましてね、はいあのー、まあその巨大な NGO みたいなものだと考えると、えー 本業以外とかですねあるいは本業であってもあんまりにもいろんなこう多チャンネル化っていうことを進めてもらってどんどんその受信料を取るぞみたいな方向にいってもらうのはええ、ええ、国民としては全然望んでないと思う。 まあ新聞なんか開くと DVD が出ました、うん、<laughs> どんどんどんみたいな感じでもう一面広告みたいなのがんがん打っててそうなのよ、新社屋の問題もあってね、えー、ちょっとやっぱりこれ、納得感がないんですよねだからそのコアなところにむしろ絞り込んでもらって、うんはい、そしたら受信料下げられるんじゃないのって前から思ってるんです。うーんうん その中で、ね、ネットの,その同時配信とか、はい、あのいろんなことにはチャレンジしていっていただきたいけれども今の割と膨らんでる経営ってあれでいいのかしらき、ねはいえー、今うのキーワード常時同時配信でした。 えー、メールやツイッター、いろいろいただいておりますが、あ NHK のね、えー、新会長について、加賀斎翔さん、ツイッター、えー、何の面白いもない人事だな、ぶっ壊す人と口喧嘩をするぐらいアグレッシブな人を選べばいいのに、というふうにもいただいました <laughs> 本当ですね。まあ、あの、結構指摘されたのはツイッターなので、うんえー、70歳の会長から74歳の会長に変わるんですそう、私もその年齢のことはちょっと思いましたね。ねえ<ー>、若返りじゃなくて、これ、これでいいのかみたいなね。ね 1> 1年経ったらこう 高,高齢者になってしまうじゃないかという、えーね、まあ、もちろんね、その能力とは、まあ、別の話なんでしょうけど。うんはいはい、そうですね。<laughs> うん お送りしております。日本放送、飯田浩事の OK コージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩事と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ,プトランプ大統領が北朝鮮の重大な実験に対し、警告。 アメリカのトランプ大統領は8日、北朝鮮による衛星発射場で重大な実験が行われたとの発表を受け、金正恩委員長は賢い、敵対的な行動を取れば全て失うことはよくわかっているとツイッターでつぶやきました。 でこのツイートを受けて北朝鮮の金ヨンチョル朝鮮労働党副委員長はトランプ大統領が不適切で危険な発言を続ければ金正恩委員長はトランプ大統領に対する評価を変える可能性があると述べたと朝鮮中央通信が報じております。もうちょっとボールを投げ合ってる感じどんだけ上から目線やねんっていう感じしますよね。<laughs> <laughs> 評価を変える可能性があると。何言ってんでしょうねっていう感じなんですけど。<laughs> <ん>でもまあ笑い事じゃないのはですね。はい。 あのちょうど1週間ぐらい前ですかね、ある韓国の,その、まあ、メディア、三大師と言われるメディアありますね、はい、まあそこにあの働いてる知人と,いうとちょっと話をしたんですけど、えー、まあ韓国も今、ほら、政権があんな状態ですからね、はいえー、まともにその対応できて、 北朝鮮はやっぱり近々、新たな動きを間違いなくするだろうという話なんですよね、それがこの要するに重大な実験というふうに予告していたことなんだろうというふうにも言われているんですけれども、実際、これがどういうことなのかっていうのは、なかなか、あのー、特定はしにくいけれどもね、うん、あの例の,の ICBM ですね、はいあのー、アメリカまで届く大陸間弾道ミサイル。えーまあ これの,そのエンジンのテストじゃないかと今言われていますよね、だからまあアメリカとやっぱりもう一歩、例の瀬戸際外交をやって、何かアメリカ側から譲歩を引き出したい、もともとは、要するに韓国を使って、ね、北がね、なん、うん、あの何とか制裁を一部解除。 ということをずっと狙ってきたんだけれども、はい、それ、全くだめだったということで、今、韓国に対してやたら切れてるじゃないですか。そうですすねね結構批判の強ままってます、ねえー、で日本に対しても、なんだかんだと言ってきてますよね、はい、まあだからその、こちらとしてはね、まあ、がんとして応じてはいけないんだけれども、うん、でもやっぱり再三指摘されてるように、制裁の,その穴っていうのありますからね、うん、これやっぱりなんとかしなきゃいけない。っと思て 日本はいろいろ罵詈雑言を、ね、あの言ってきてるけれども、北朝鮮に対してはもう一歩制裁を独自で進めた方がいいと思う、はい、あの特に朝鮮総連の問題ですね、やっぱりこれ、今のまんまでずっと置いておくということは、もうこれ以上よくないと思いますよ。あのまあ、政府も閣議決定した正式な答弁の中で えまあ朝鮮総連そのものが過去のいろんな、ねあのー、まあ拉致を含めた事柄に特にその朝鮮総連参加の団体が関わってきたということはきちんと認識していて、破、はい、防法の監視対象団体であるということを表明してるわけですね、答弁として表明してるわけですね、うん、それで、まあ、あの朝鮮総連自体をその、まあ、破産させるかどうか。 ということは自民党の中でかねてから例えばその山谷恵理子さんとかねあの辺り中心になってずっと検討はしてきてるんだけれども、はい、やっぱりそこに踏み込まないわけですよだけどそろそろいいんじゃないかなというふうふに思いますね。はい、というのは結構、日本国内であの自由な活動がやっぱり私はちょっと目に余るというのかなうそういう感じがを受けてのます。 破産させてしまうとね、任意団体だから、また他のところに逃げて、別の団体立ち上げるだけじゃないかということを言う人がいるんだけれども、あ,<ー>あるいはその破産させてしまうとね、日本が要するに今までお金を入れた、うん、これ、戻ってこないよって。 つまり持ってる債権を回収できないよっていうことを言う人がいるんだけれども、そんなもの、もう返ってきやしませんよ、現状を見れば。破産させることによって、やっぱりもっと情報開示は進むと思いますね、過去のことも含めてね。ですから、それこうそろそろやっぱり本格的に考えるべきだというふうに思う、北朝鮮、相当反発してくるでしょうけれども、でも今以上の向こうもカードは切れないと思いますよ、ええ。うう、まあ、制裁ととととか経済的ににも行き詰まってるるるいうここがあそすど 発露を求めるかっていうところでアメリカに期待したけどダメだとうん、うん、まあそうなってくると最後は日本だって狙いを定めてきますもん、うん、そねそうですで最初からやっぱり日本なんですよね、うん、お金出せるのは日本だっていうふうにトランプさん言い切ってるわけだし、うんはい、でまあ現政権はねあの日本のまああの安倍政権は。うん アメリカのトランプ政権とは、いろいろ緊密に連絡は取り合ってはいるんでしょうけれども、はい、でもしかしね、今年のゴールデンウィークに、うん、あの毎年、議員方が拉致被害者のご家族と一緒にワシントンに行ってるじゃないですか、はい、そこで、あのこれは、えー、松原仁さんから聞いたんですけれども、ポッティンジャーさんとまあ面会をしたと、彼は最初にですね、ええ、その日本国内の朝鮮総連に関して、ええ、 日本が、まあ、言ってみればそのチューブラリーな状態であんまりその実効性のあることをやってないというようなことについてなんでなのという疑問を呈したというんですよね。はいお 安全保障担当の大統領副補佐官ですね、国家安全保障会議のメンバーでも確かあるんじゃないですか、それと、要するに個人制裁ですね、北朝鮮当局とつながりのある日本国内にいる人物に関して、その個人に対する制裁的な措置を日本政府が取ってないのはなんでなんだと。 あの疑問を大きく呈していたと、であるならば、やることいっぱいあるわけですよ、んうんうん、だからそこら辺りをやっぱりもうそろそろもうちょっと踏み込むべきでね、はい、そのまあ条件なしに向こうと会談するんだと総理は一旦ボールを投げたけど、えー、全然ノー反応なんですから。そ、はい、<で>そろそろ、うん と思いますけど、ねうんまあ,あの国連の制裁パネルにいらっしゃった福浦克久さんああ本にも書かれてますけれども日本にも抜け穴の企業であるとかそういうルートってものはい,い,、うん、いっぱいあるってね古川さん前から指摘をされてますもんねうんそうですよね。うんうん まあ外務省、腰が重いあの非常に不備が多すぎると、はい、え経産省も含めて貿易の面でもまだまだやれることはいっぱいあるのにほととんどやってなないいじゃかだからまあそういう点を、ね、あのもう一つ一つちゃんと実行に移していくっていうような態度を見せないと全然、北朝鮮は日本の例えば拉致問題にしても何にしても、ねはい、日本側の望むことに対して真面目に答えようなんてことはこれっぽっちも多分思ってないと思いますよ。う あのー、ここ2年前、3年前を考えると、うん、圧力じゃないと動かない国って分かりましたでしょ、そうですよね、うん、圧力、要するに軍事的な圧力も、あのー、オプションもありうるという圧力をかけ、はい、で今までにないだけの制裁をかけて、うん、ようやく外に出てきたわけじゃないですか、うんね、だから、それもう一回やっぱり、その原点に立ち返るべきだというふうに思いますけどね。はい えー、北朝鮮に対しての話、今日のスクープアップでした。